月と地球の距離には太陽系惑星のすべてが収まると聞いたんですが、それって本当ですか？面白いリクエスト。グルーフクラススタート。まず月と地球の距離なんですけど、約38万キロで、太陽系惑星は水、金、地下、木、土、天、海までとするわな。じゃあそれぞれ見ていくけど、水星の直径は約4880キロ、金星の直径は約12104キロ、火星の直径は約6779キロ、木星の直径は約139820キロ、土星の直径は約116460キロ、天王星の直径は約5724キロ、海王星の直径は約49244キロ。じゃあすべて足して38万11キロで、正確に月と地球の距離は38万 4403.9km らしいから、よって収まるって感じですね。証明以上。ぜひいいねとチャンネル登録よろしくです。